わらび城は、現在の埼玉県わらび市にあたる武蔵国足立郡軍にあった日本の城である。南北朝時代に室町幕府の渋川市によって築城された。埼玉県指定旧跡。南北朝時代に足利市一門の渋川義行によって築城され、総村の渋川義協が古学坊に対抗するための拠点とした。 周囲を沼と深田に囲まれた微光地上に築上された平城で幅約11.8メートルの囲い堀と幅約8.2メートルの土塁を巡らし堀の内側の面積は約12,200平方メートルとなっており南側には同様の堀と土塁を巡らせた約21,650平方メートルの外林地があり二角を形成していた高下三年頃のものと伝えられる わらび御殿の図では、主格の南側にここと、馬出しの存在が認められ、これらは、外角と同時期に、渋川義教によって加えられたものと考えられる。戦国時代には、大木谷植杉氏と、後北上氏の境界線に位置したため、大木谷植杉氏にとっては、江戸城奪回のための拠点となり、後北上氏にとっては、 川越城攻略の足掛かりとなり、しばしば所属する勢力が入れ替わった。現在は、本丸跡地が、県の旧石に指定され、わらび城市公園として整備されている。城市公園と、市民会館 AB、埼玉県内の国、県指定等文化財埼玉県公式 HP 派と、わらび城、関わらび市公式 HP、谷口祐太、中世後期における、 ご一家渋川市の動向戦国史研究会編、戦国期政治史論集最後区編、ISBN 978から4から 866020136P162 から164 16。ありがとうございます。